まあしかし、諦めきれないのは、まあいろいろありますけれど、国連での日本の、まあ政治指導者の振る舞いというのは、どうなんでしょうね。大変悲しいことが起こりましたね。同時にやってた、いわゆる気候変動サミットというやつで、国連の、まあ、事務総長さん、グテーレスさんは、この間、まあ、安保理問題では本当に、どういうんでしょう、安保理の、まあ、行き詰まりみたいなことを体現する人になってしまっていますが、まあ、気候変動に関しては、地球沸騰時代だっていうふうなね、割とどういうんでしょう、インパクトのある言葉を、まあ、伝えることのできた人でもありますから、まあ、大事な人だなと思うんですけれど、気候変動サミットに、まあ、例えばケニアの大統領なんかは、国内で消費する電力の9割を再生可能エネルギーで、まあ、用立てているということだそうですね。すごいよね。まあ、都市化の度合いだとか、まあ、電気の普及だとか、いろんなことがあるでしょうから、日本も同じように9割すぐできるかどうかっていうのは、それは全然違う問題だとは思いますけれども、つまり政治権力がそういう決断をすれば、そういう成果を実現することもできるんだということの表れではないかと思います。まあ、気候変動サミットで、まあ、その気候変動に大いに関係のある中国やアメリカ、まあ、そして日本はそのサミットに参加しなかったわけですけれど、これちょっと違ってですね、中国とアメリカに関しては参加しなかったと言えるんですが、つまり招待されていたのに出なかったということだと思うんですが、日本は招待もされなかったと。これ悲しくないですか？ もうね、今考えうる最も大きな問題とやっぱり考えた方がいいんだろうと思いますけれども、気候変動に関わる、国際的な、まあ、最も権威のある、組織の、いまだにね、そうだと思います、国連は。そこが開いたサミットに、日本の総理大臣は、招待されなかった。 それはなんか事前にペーパーを出してるそうなんですけど、まあ、外務省は書いたんでしょうね。岸田さんが読む原稿を書いたんだろうと思います。で、まあそれが基準に達しなかったということで、つまり気候変動サミットで世界中に向かって紹介するに及ばずという、まあ落第点をつけられたということでしょう。まあそれはそうですよね。いまだに石炭火力やるっていうわけですからね。まあそんなところの言うことなんか聞いてられませんよっていうふうに、まあ言われてしまったということです。まあ、日本の国際的なポジションというのは、まあ、どんどん小さくなっている、まあ、GDP というふうな計算の仕方でもそうなんだと思いますが、こういう問題でも日本の国際的な地位はさらに低下をするということになると思います。なんか起死回生の一歩でもあればいいですけれども、一手でもあればいいですけれど、そういうのはなかなかないかもしれませんね。で、国内で起こっているさまざまな問題の中に、まあ、こうしたことと同梱の問題も多分あるんだろうと思うんですけれど、とりあえず、まあ、今日の段階で、まあ、いろいろな報道を見ていて、ああ、これはやっぱり凄まじいことになってきたなと思うのは値上げのことです。まあ、これはもう本当に津々浦々、どこでも起こっている問題ですよね。日本で生産され、あるいは日本に輸入されたものを我々、
消費して、まあ、食べたり着たり飲んだり、何かに使ったりということで暮らしているわけですけれども、そういうものの値段が、一つ並みな、なんて言ったらいいでしょうね、一様に上がっているわけですね。これは止まらないぐらいの感じ。10月を迎えるのが本当に怖いですけれども、そういう状態にあります。で、賃金の上がるペースというのは結局物価上昇に追いつかなかったわけなので、それはこれからの1年に関してもそうではないかというふうに言われている。だとすると、特に、まあ年金で生活している高齢者などは収入を増やす手当がないわけですから、基本的に、年金が増えなければ辛いんですけれども、年金の増え方というのは本当に増えたのかいなっていうぐらいの、増え方でしたよね、前回ね。まあこれ何し、何どういうことかって言ったら、同じ生活を維持しようと思ったら余計にお金がかかるということですから、年金でギリギリに生活していた人からすれば、つまり貯金を取り崩す、ないしは資産を売却して、現金に換える、まあ、そういうことを通して、かろうじて、暮らしを保つことができる。まあ何のことはない。昔よく言われましたね、1400兆円日本人は金融資産を持ってるんだって、自慢してたじゃないですか。それ今削り取ってんでしょ 多分 ね、そういう側面が、今回の、まあっていうか、この物価値上げにはあるだろうと思います。もちろんね、ウクライナの戦争のこととか、いろんな理由があるんでしょうけれども、これは貯金を取り崩させられてるんだな、っていう感じじゃないですかね。まあそんなことを考えました。いつもだったら、まあ冒頭にお話申し上げたいのは、あとそういう決まりセリフを言いながら何かの話をするんですが、今日はそれほど分量がありませんので、今まで言った部分プラスこれから申し上げる部分で、メルマガの方の材料にもしたいと思ってるんですけど、まあ、ウクライナのことは先週も言いましたので、まあ、今週はやめとこうかなと思ったんですが、やっぱりかなり問題が、なんていうんでしょう、大きく動いてきているので、ウクライナ軍が南部でのザポリージュ州のところで、非常に大きな前進を遂げたような気配ですね。まだ確定的な情報が入ってきてないようなので、どなたもはっきりとは申し上げてないようですし、言ってないようですし、あるいはメディアもそういうふうには伝えてないですけれども、のようだっていうふうな感じですけれども、これ成功すると、クリミアの橋、クリミア大橋と、それからもう一つの橋を攻撃され、あるいはクリミア内の各ロシアの軍事基地にミサイルによって大きな攻撃がなされ、補給路が分断されると、クリミア半島全体が巨大なロシア兵のための監獄のようになるわけですね。これ、数がたくさんいてもあんまり関係ない。いればいるほど補給が乏しくなることについての影響が大きくなるぐらいのことで。で、南部を分断されてしまうと、これはプーチンさんの手前というか、クリミアから簡単に撤退はできないでしょうし、まあ、ひどいことになるんだろうなというふうに思いました。ロシア軍は人数が多いとか、
これからまた動員してどうこうみたいなことを言う方もおられますけれども、どんなに多くても今のロシア軍というのはワグネルなき、ベテラン兵たちのワグネルなき、軍隊ですし、精鋭と言われた部隊はもうほとんどすり減ってしまった末の、つまり経験不足の人たちの集まり。こういう人たちがたとえどんだけいてもですね、ウクライナ軍に勝てる要素はないんじゃないかと思うぐらいです。でまして、そのまあ何て言うんでしょう、経験の少ない素人軍みたいな、ロシア軍の後ろにはチェチェンの兵隊がいてですね 督戦隊っていうんですか、突っ込めって言って突っ込まない人は後ろから撃っちゃうっていう、それが嫌だったら突っ込めって言われると、ウクライナ兵の目の前にもうほとんど何て言うんでしょうか、体を投げ出すようにして突っ込んでくる人たちがいて、そういう人たちの死体で山ができると、まあ、これを繰り返してきたわけですよね。まあ、そんな状態だと思います。ウクライナにとってちょっとそれ、これ危ないんじゃないかっていう要素は、むしろ戦闘そのものではなくて、ポーランドの問題ですね。あれ、まあ割と分かりやすい問題だったんじゃないかなっていう気がしますが、もう首相がもうポーランドに軍事支援はしない、武器は送らないって言ったのは、それは国内農業を保護しようということで、ウクライナ産の農産物をシャットアウトしたことに対して、ゼレンスキーさんが、ポーランドはロシアを手助けしているというふうに批判した、それに対する答えだったわけですよね。まあ怒ったんでしょうね、怒ったんでしょうけど、そういう態度を取らなきゃいけないのは、ポーランドって間もなく確か選挙があるんですよね。まあポーランドの現在の政権からすれば、おそらく何ですか、国内の、まあ、人気を取るためにも、国内の農業を保護するっていう立場に立たざるをもちろん得ないわけですし、そこでまあこういう軋轢が起こったっていうことだと思いますけれども、同時にポーランドがその EU および NATO からの支援の輪から抜けるっていうようなことにもしもなったとしたら、それは大変なことであって、まあ EU やNATO にももちろんポーランドは助けられてる面もあるわけなので、それは結局できないということ。でもうすぐに大統領、ドゥダさんっていう大統領が、いやいや、あれはね、最新鋭兵器は送らないって言ったんだよっていう、老獪な、なんて言うんでしょう、解釈をして見せて、収めようとしてますね。それは収めないと大変なことになるんですよ、ポーランドだって。まあ、そんな感じじゃないでしょうか。まあ、とはいえっていうか、軍事支援そのものについては、今回国連総会に出向いたゼレンスキーさんと、その後でバイデン米大統領は会談をして、新たな軍事支援のパッケージを公表しました。ただその中には、ウクライナが強く望んでいた射程300キロの、まあとんでもないミサイルですけれど、エイタクモスというふうに略称されている、これハイマースと同じセットというか、車から発射できるので、走り回ってどこからでも撃てるわけですね。でしかも300キロも射程があると。アメリカからすると、そんな物騒なもの、物騒なことは自分のものだけど、そういう威力のある兵器をウクライナに渡してしまうと、米製の兵器で直接ロシアの国内の何らかの場所、あるいは基地、そういったものを攻撃することになると。
そうこれはアメリカとロシアの直接戦争のような形に見えるのでよろしくないと、まあ、多分そんな判断で、ずっと種ざらしっていうか、永作もそうくれというふうにウクライナが言い続けて、しかし検討すると言ってずっと、首を縦に振らなかった、その流れは今も変わらないようです。ただ、まあ、何か防空のシステムであるとか、あるいはハイマースの弾とか新たに供与されたようですね。これハイマースってすごい、ゲームチェンジャーって言われて、まあ、ロシア軍を恐れさせた兵器ですけど、これ相当な数がウクライナに入ってるんですけど、まだ1台も壊されてない。つまりどこにいるか分かんないわけですね、ロシア軍からすると。こう撃つとそこが分かって、直ちにそこが攻撃されるんですけど、その時にはもうはるか彼方に逃げているということの繰り返しで、結局1台もやられてないっていうことだそうですね。やられたらニュースになるっていうか まあそういうものの弾を大量におそらく供与したようですから、まあ、ウクライナ軍にとっては十分ではないにせよ、ありがたい支援ということなんでしょう。まあ、そんな形で進んできているように思います。まああんまりね、予想を言っちゃうとあれなんですけれど、これで間もなくというか、秋のシーズンっていうのはあんまり戦争に向いてないシーズンのようですので、それで言うとね、戦闘の回数が減ってきてるんですよね、やっぱりね。一つの理由は、まあ、天候のこともあるかもしれないんですけど、大きな理由はロシア軍のこう編成ができなくなってきてるんじゃないかなと、つまり兵隊不足ですね。これはもう間違いなくあるので、兵器がない、弾薬がない、人がいないっていうのが今のロシア軍の最大の問題のようですので、そんな形になっているようです。ね、一刻も早く戦争なんて終わらなきゃいけないんだけど、停戦をと呼びかけて停戦する状況ではないだろうなっていうふうに、私は思っていますし、これまでもそういうふうに言ってきました。軍事的な結果が出なければ、結果というか軍事的に、片方が、まあ、変な言い方ですけど、きちんと負けなければ動かないだろうなと思います。ということで、今日まあ冒頭からお話しした内容のまあ一部を、これ YouTube が同時書き起こしというのをやめちゃったのかな、先週なかったんですけどね。 こちらの2つの、こちらですね、この2つのメルマガ、マグマグさんから出させていただいておりますけれども、こちらの方に内容として反映させたいと思っております。というところで1曲目に参りましょう。よろしいですか。はい、去りゆく夏をしのぶ歌ですね、これもね。ポール・デスモンでサマータイム。